皆さんこんにちは、とりすけです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日は、ケース35リモージボックスを本開やっていきたいと思います。9ページ後半ですね。やっていきましょう。リモージュボックス、なんだろう。わあ、変な人来た。オクテナ大男、いらっしゃいませ。何かお困りですか？あ、そのこれを開けたいんですが。リモージボックスでしょうか？開け方について何か心当たりありますか？あ、ないっす。もらったんで。本当に開けてしまっていいのですね？あ、はい。また箱をとか。あ、いいえ。すみません。実は一つ、心当たりみたいなのがあって。その、これです。綺麗なアクセサリー？よし。まあ、鳥がついまってる。これは、合体？おお、開いた。え、これでおしまい？まあ、そんなわけないか、さすがに。話しかけるのか。はい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 。作業完了。小さな実でしょうか？これはヤドリギです。お詳しいですね。植物は好きなので。ヤドリギは寄生根がある、他の樹木から栄養分を吸収する植物です。花言葉は忍耐、克服、困難に打ち勝つ。それから木。大丈夫ですか？あ、大丈夫です。どうもありがとうございます。花相手には普通に話しかけてそう。ああ、そうかもね。ようやく開けてくれたのですね。中身も見てくれましたか？ヤドリギでした。私ずっと待っていたんですよ。あ、すみません。ヤドリギの花言葉をご存知ですか？忍耐、克服、困難に打ち勝つ。それからキスをしてください。ずっと待つつもりでした。でも少し待ちくたびれてしまいました。私はいつまで待てばいいのですか？本当のあなたの顔を見せてください。怖がらないで。あなたは花のような人だ。ふふ、そうでしょうか。でも嬉しいです。もう少しでひまわりが咲きます。あなたのような花です。咲いたら必ずあなたに届けます。なのでそれまでもう少しだけ待ってもらえませんか？はい。ひまわりの花言葉がめちゃめちゃ気になるね。ちょっとこれ後で調べてみないとな。ケース35リモージュボックスの本開クリア。そして次はケース36罪の箱。箱か、また。懺悔する男。これを開けていただけませんか？この箱は私の罪の箱。ずっと昔に盗んだ箱です。まさかの犯罪者だった。学生だったの頃、私には憧れの女性がいました。優しく朗らかで明るい、いつもクラスの中心にいるような女の子でした。ですが彼女は母親を亡くしてしまい、父親と二人きりになってしまった。孤独だったのでしょう。母親の形見をとても大切そうに持っていました。その頃から彼女には付き合っている人がいました。その男は時折彼女に手を挙げているようでした。私は奴が許せなかった。自分ならば彼女を傷つけることなどせず、もっともっと幸せにするのにと。それである時盗んだんです。
あの音が大切そうにしていたもの、それがこの箱ですか。本当に開けてしまっていいのですね。今さら箱を開けて中身を知ったところで何も変わらないでしょう。けれど私は知りたいんです。結局この箱は何だったのかを。何を盗んだんだろうね。私はあの男からその箱を盗むことで彼女を守れるような気がしていた。実際にはそんなことありえませんでしたが。ありえなかったってことはやっぱり彼女は何かあったのかな。あの男から離れるように進めると彼女は決まって曖昧に笑いました。彼女は相手の色に染まりやすい人だったのかもしれません。私がこの箱を盗んだことで何も変わりはしなかったのでしょう。なるほど。これはどうすればいいのかな。何色になるとか。で、ここ白にしよう。ああ。これでどうだ。おお、なんか分からんけど、直感で開いた。ラッキー。この箱を失ったと気づいたとき、あの男は必死に探し回っていました。私はとても胸のすく思いでした。罪悪感など微塵も感じませんでした。自分こそが彼女を救う正義だと疑わなかったからです。数日後、彼女にこの箱について尋ねられました。彼女もこの箱を探しているようでした。それが私には面白くなかった。箱のことは何も知らない奴に天罰が下ったのだと伝えました。それで彼女の心が少しでも軽くなればいいと思ったんです。ですがその時の彼女の顔を見て私はようやく罪悪感を感じ始めました。この箱は後日偶然見つけたと言って彼女に渡そうと決めました。ですがそれはできなかった。その前に彼女は自らの手で命を絶ってしまったんです。それから私はずっと隠してきました。この箱と時とともに大きくなっていくこの罪悪感を。この話をしたのは誰かにしたのは初めてです。私はただこうして誰かに聞いてもらいたかったのかもしれませんね。罪悪感なんて忘れちゃえばいいのに。そうしたら人は繰り返すけどね。これは真相が全然わからなすぎる。こんなものを盗んで私は何がしたかったんだろうな。結局ただ奴に嫉妬していただけだったのかもしれない。箱の中身は何だったんだろうか。これは彼女が大切にしていた形見。そんな、この箱の持ち主は彼女だったのか。なんてことだ。けれどなぜ奴がこれを持って。そうか、彼女はそれほどに奴のことを信頼していたのか。私が盗み隠してしまった。孤独だったからでもましてや奴のせいなどではなかった。彼女を絶望へと追い詰めたのは私だったんだ。私は罪を犯したんだ。まあ、本当にその通りだね。まあ、自分勝手な正義感で、他者を不幸にしてしまった、最低な男の話でしたね。ケース36、罪の箱クリア。はい、それでは本日はケース35リモージュボックスの本会とケース36罪の箱をクリアしたところで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。